はい。アキラ系です、えー。マジクール。あのー、定番ですね。あの、首を冷やすアイテムです。これをあらかじめ、えー、水につけておいて、中のポリマーに吸水させておいて、首を冷やすという商品です。で、まあ、あとは、まあ、よく利用されているのは、この、こういう感じの扇風機ですね。まあ、首からぶら下げて使います。で、他に、まあ、涼しくなるグッズといえば、まあ、これです。あのー、空調服。もう、これ間違いないです。もう、これがね、あの、一番涼しいです。 え、それは間違いないんですけど、ただしね、これ着てる本人は涼しいんだけど、周りから見るとね、ちょっとね、暑苦しく見えることもありますね。で、まあ、これらに追加して、新たに買いました。ネッククーラーミニという商品です。ええー、とね、7980円だったかな。もう首に巻いて首を冷やすという商品で、まあ、あの、こういったマジクールの、なんていうんですかね、電動マジクールみたいなもんですかね。 で、商品はあ、こんな感じです。もうね、実際にちょっと使ってみたんでね、まあちょっともう箱からはもう出してというよりか、まあちょっと使って。えっ、ー、とね、付属品としてはあ、取説はちゃんと日本語の取説です。まあこんだけのもんですけどね。えー、参考レアモノショップかなあ,あの、入れてるのが。で、仕様としてはあ、こんな感じです。えー、USB のモバイルバッテリーにつないで使います。 でですね、えー、ちょっと商品をちょっと見ていきましょうかね。で内容物としては本体と、それからあのプラスチックのパーツです。で、本体の方は、あなんですかね、バネで首に巻きつくというか、で、後ろの部分がちょっと伸びるようになってます。まあ、なんていうか、こう、ヘッドホンみたいな構造ですよね。で、えー、ちょっと見にくいかな。ちょっと裏、後ろでおきますね。で えー、首はね、太い人、細い人、いろいろですか。まあ私はね、割と首太いんですけど。あの、この部分で、えー、首の太さに合わせて調整すると。で、このプラスチックパーツはですね、この厚みが2種類あってですね。で、これを、わかりますかねちょっと、わかるかな。で、これを、あの、後ろの部分に、まあ、はめるだけなんでね、まあ、 ま、ちゃんとしとかないと外れちゃうかもしれないんで、まあ、実際使う人は、ま、用心した方がいいかもしれないですね。まあ、両面テープとかで貼っとく方がいいかもしれないです。まあ、私はあの首太いんでこんな使わないでも、フィッティングは大丈夫でした。で、であのバネの部分の開閉力と、ま、ね、後ろの部分のスペーサーで位置を合わせます。で、冷えるのは、あの、なんですか、ね、金属のあの部分だけなんで、えー、あの部分が、こう、首の うまい具合に、冷やしたい部分にフィットすると、まあ、涼しくなると。そういったもんですね。でですね、あの、なんていうの、ペル、ペルチェー素子。わかるかなペルチェ、ペルチェー素子。ペルチェソ、えー素子。電気流すと、片面が、あ、こう USB をここ繋いで、モバイルバッテリー繋ぐんですけど、片面が暖かくなって、片面が冷える。 まあ、なんですかね、えー。で、片面が暖かくなるんで、どうしてもそこの部分をファンで冷やさないといけないんで、えー、ファンがあの部分に入ってます。ただファンの音はね、こういったあの首からぶら下げるファンの音よりは静かなんですけど、ただね、その、つけてる本人は装着位置が耳に近いところに装着するんで、まあ若干うるさいですね。 はい。で、えー、どんな感じに冷えていくかっていうのをこれで見てみます。HT175 ってこの間紹介したあの激安のーサーモグラフィーなんですけど、えー、今部屋の床はね25度ぐらいですか、ね、部屋の温度がまあそんなもんだったのかな。で、えー、これをスイッチを入れて、えー入れ、入れるとね、すぐ冷えてきます。あの、あちょっと <laughs> ピントが、ピントが来てないな、わかるかな。 分からないないこれちょっとどうしたのかちょっと待ってるとね、ピント合っ,ってくれると思いますけど。まあ、こんな感じで。で、これ、これ見ても分かりますよね。この黒い部分が冷え出してるとこです。で、赤い部分があ熱を持つんで、あそこの部分にファンが入ってて、あそこから排熱をしてるわけです。で、ああ、出ましたね。で、今一番温度低いところで17.7高いところが29度ぐらいですかね。まあ あのー、まあ、あ安いサーモグラフィーなんで、えー、は参考までにというぐらいの温度で見ておいてください。まあ、だんだん、だんだん、こう、温度下がってきましたよね。だこれくらいの、ペルチェなんでね、電気さえ流せばすぐ、あの、温度が変わってくるんですけど。まあ、こんな勢いで、えー、温度が下がってきましたね。ちょっとね、あのー、ずっとやっててもしょうがないこ3分後、こ3分後、3分経つとこんな感じです。 えー、今、十、一番低いところで十二度ぐらい。一番高いところで二十七度ぐらいかな。まあ、こんな感じで、えい、ー、ていきます。ただ、ただですよ。ただ、あのー、これ防水性能ね、この商品ないと思うんですよ。だから、これ本気で使った場合、大汗かいたりすると、感電しないかなとかね。ちょっとその不安になりますよね。この、あね、えー で、触るとね、すごい冷たいです。で、ちょっと、その、部屋の湿度で若干こう結露気味なんですけど。で、あの部分から熱が排出されるんですけど、そんなにね、あの、なんていうのか、熱が排出って感じはしないです。触っても別に熱くないですし、ちょっと中からこう、風が出てきてるが、なぐらいなもんです。まあ、こう、排熱の温度がね、27度とかそんなんなんんでね、太陽の方が全然高いんでそんなに感じないんですけど、実際ね、灼熱の環境で使ったらどうかというのはちょっとまだわかりません。 まあ、ぶっちゃけあの、一番いいのは空調服だと思うんですけど、まあ、こういった商品も併用してちょっとこの夏を乗り切ってみたいと思います。えっ、ー、と、ネッククーラーミニの紹介でした。きらけでした。